1984年第7回大会。この年からコカ・コーラがメインスポンサーとして8体をサポート。またレギュレーションも大きく変更された。 TTF1 の排気量が 750cc までとなり、各メーカー新たに作られた新型マシンで参戦。しかしホンダだけは前年3位表彰台を獲得した RS850R をベースにした RS750R を投入。実績には一日の長があった。1周目 HRC のロッシュ・ガードナー組を先頭に、2位ボールドウィン・マーケル組、3位バルタン・サロン組とホンダ RS750R が上位を固めた。開始早々この3台の激しいバトルでレースは展開する。このホンダワークスに対抗するのが予選2位の森脇、八代俊二、ワークス勢と互角の走りを見せた。そして吉村のクロスビー・ウィリングス組。ヤマハからは新型 XJ750 を兼ね、上野川崎組が準ワークス体制で参戦。スタートから4時間、暑さと疲労で転倒者が続出。さらにトップの吉村、クロスビー・ウィリングス組がエンジントラブルでリタイア。これでトップに立ったのがアメリカホンダのボールドウィン・マーケル組。続いて HRC のロッシュ・ガードナー組。3番手にはホンダフランスのバルタン・サロン組とホンダワークスが上位を独占。ヤマハ・ジュンワークスの上野川崎組は4位につける。ホンダワークスの一角、最速を誇るロッシュ・ガードナー組が転倒リタイア。それでも3台のホンダワークスは順調に周回を重ね、確実にルーティーンのピット作業を消化していく。残り1時間、トップはアメリカホンダのボールドウィン・マーケル組、2位はホンダフランスのバルタン・サロン組、3位も同じくホンダフランスのコードレイ・イゴア組と3台の RS750R が上位をキープ。
残り10分。4位につけていたヤマハの上野伊藤組が突然のスローダウン。優勝は191周を走り切ったアメリカホンダのマイク・ボールドウィン、フレッド・マーケル組。ボールドウィンは8対通算3勝目を挙げた。2位はホンダフランスのガイバルタン、ドミニク・サロン組。3位は同じくホンダフランスのジェラルド・コードレイ、パトリック・エゴア組と 750cc 初年度の8体はホンダ勢が表彰台を独占した。